都官ただ、西船寺境内にある、ただひとし館の墓、ただひとし館7月1日から1967年2月18日は、日本の僧侶、仏教学者。明治末から大正にかけて、チベットに入り、チベット仏教を修行。日本への帰国に際して、多数の仏典、文献を持ち帰り、司会の学識経験者として活躍した。 秋田市土崎港の西船寺の住職の三男として生まれる。家庭が六男に女の子だくさんであまり豊かではなかったため、小学校卒業時から段下回りをして家計を助ける。秋田県立秋田中学校を卒業後、勉学のため京都に上り西本願寺に入籍、法要を手伝うようになる。第二十二世保守の大谷洪水にその才覚を認められ。 ダライラマ13世が派遣したチベットの高層ら留学生3人の世話役と日本語教師を任される。当館はその過程でチベット語を習得してしまうが逆に3人には完璧な秋田弁を仕込んでしまったため日本語教師の役を外されてしまう。1911年に中国で侵害革命が勃発。ダライラマ十三世は留学生に一時帰国するように 暗号文で連絡を寄せる。当館は、すでに彼と親密であった、留学生に壊れて、彼らのインド行きに同行することになる。そして、インドにて、ダライラマ13世に越見その場で、トゥプテン・ゲンツェンという名前を授かり、ラサに来るようにと要請を受ける。1年のインド滞在の後、当館は、イギリス関係の監視の目を逃れるため変装して、インドを出発。 ヒマラヤ山脈を越える過酷な童貞を、鉱山病に苦しみながらもほぼ裸足で走破し、1ヶ月でラサに到着する。ラサ到着直後に、ダライラマ13世話当官に、正式なチベット仏教の修行を受けるよう命じ、その身をチベット三大寺院のうちの一つのセラジに預ける。同時に13世話当官に、国際情勢の説明役の地位も与え、 ポタラグーなどの主要宮殿への出入りを許可する。一等案。1945年に、岩手県花巻市の三つの理事に疎開した、ただひとが、その後1947年から1951年まで、円満寺、観音堂境内の一等案に移り住んだ。当館は13世の長和を受け、異例の高代グルの下で修行を続けるが、途中、 日本での貢献者の大谷洪水が失脚。当館への送金は、不安定になり、生活に急するものの、聖火の西船寺から送られた禁断などで何とか、ここをしのぐ。そしておよそ10年の修行の後、名残惜しむ13世を背に、修行で得た下社への学位と、門外不出のデルゲ版のチベットオクラ教全館や、薬草、医学に関する、秘蔵書や気候本など、 13世が集めさせた2万4000部、余りの文献とともに、日本に帰国する。1923年3月帰国。翌1924年に、東京帝国大学嘱託を経た後、1925年8月、東北帝国大学法文学部に着任する。旧正中学卒という学歴の無差から、周囲の無理解に耐えず、苦しめられながらも、抗議の傍ら、 デルゲバン大蔵教と、蔵外文献の整理にあたる。そして1934年、チベットオークラン要走目録を刊行。そして、太平洋戦争と、アメリカでのアジア文化研究所に招聘された機関の中断を挟み、1953年に、大蔵教以外の文献の目録、チベット戦術物典目録を刊行。この業績により、当館は1955年、 共同で編纂に当たった学生らと共に日本学士印象を受賞する。1956年財団法人東洋文庫に迎えられ、ロックフェラー財団の支援の下設立されたチベット学研究センターの主任研究員となり、その後は亡くなるまで後進の育成に当たった。ありがとうございます。